300万ぐらいだったら多分平均的に100万ぐらいお給料になると思うんですけど、そうなると自分でやった方がいいやんって多分なるなっていうふうに思ってて、で結局ここまで広告費を全投下して売上ついてお給料も増えてやった独立しますってなると、何のためにやってたんっていう、管理側がどうしても売上を増やしてあげて抜けて、売上を増やしてあげて抜けてっていう負のローテーションに入っていって、で何のためにお店やってるんだろうってなると思うんですね。それだったら FC 制度っていうのをちゃんと用意してあげて、でその土台に乗っかった上で、お給料をしっかり取ってもらうっていう形の方がお互い関係性が悪くならないというか、お互いウィンウィンで綺麗な関係性でいられるかなっていうのは僕の考えとしてはあります。その抜けてくやつは勘違いして、はい、結局いい結果は生まないですけどね。はい、それだけ以前勤めてたサロンでお世話になって、それだけ売り上げつけてもらったっていうのは、本当の意味で自分の力じゃないと思うので、そういう子が出た時に、あまりいい結果を聞かないことが多いなと思うんで、言わんとしてることはすごいわかります。多分みんな経験してると思うんで、それ、ああ、とかって思ってる、思って、まあそれでも本人がやるって言うから背中を押してあげるんですけど、目に見えてますよね。それがこうやっぱり一緒にこうサロンやってきて育ってきたスタッフが周りが見えない状態で独立するって言って、お客さんを呼ぶ力もなければスタッフを育てる力もないっていう状況で、自分が周りが見えてないわけじゃないですか。その状態で海に飛び込ませるっていうのが、正直僕はかなりひどいって言ったらあれなんですけど、ちょっと無責任なのかなっていうのは思ってて、それだったらもう完全にもうサポート全部バックアップやってあげるよっていう形まで、あの本部側がやってあげればその子からしたら嬉しいかなと思いますし、それでも自分でやりたいです、こんなサロンがやりたいですってなったら、もうそれはもう仕方ないことだと思うんで、確かに、はい、ただ独立がしたいっていう観点で行くのであればサポート全部してあげますよっていう形の方が僕だったら嬉しいな、逆の立場だったらっていうのは思ったりとかします。それはなんか本質的なとこから逃げてる気がする。この海に飛び込んで、はい、っていうところまで大丈夫な状態まで育ててない状態で出すってことですよね。はい、ってなりますよね。はい、ってなったら僕はそこはちょっとその逃げ、逃げでしかないんかな。僕はあの絶対に自分よりあの強い虎は下にいないと思ってるんで、はい、なんで自分が強い虎で居続けるっていうものを持ってやってるんですけど、なんでレベルの高い子が上がってきたら自分もそれよりさらにもっと勉強するっていう、僕はそういうスタンスが必要かなと思うんで、ちょっと甘いかなそれだったらっていう。ただマーケティングに関しては全部逆に教えてしまうと自分が死ぬんで、正直そこは教えれない部分でもあるんですね。ホームページの作り方から根掘り葉掘り教えてあげてしまうと、自分の店の隣にホームページこう作って出店されたら自分が集客できなくなるっていうのは、人に裏切られた経験あるんですか？人に裏切られた経験はあります、はい、まあ僕もあるんですけど、そこまで僕は人を信じるってとこから入るんで、僕は全後悔しますね。僕だったら、まあ、それは多分やり方違うと思うんですけど、僕は全後悔しますね。僕はそういう考え方っていう、